タオです。今回はデッドリフトのフォームチェック方法を紹介していきます。実際にご自身で動画を撮ってもらって、どういったポイントを見ればいいのかとか、どういった改善点があるのかっていうのをトレーナー目線から今回紹介していくんで、よければぜひ参考にしてください。特にデッドリフト始めたての方や腰痛で悩んでいるという方は、しっかりと見直すことでフォーム改善できてパフォーマンスアップするかなと思います。では実際にフォームチェックを見ていきます。デッドリフトのフォームチェックで見てほしい画面が2つで、まず1つが横から、そしてもう一つが斜め前から、この2画角から見れるといいかなと思います。じゃあまずは横から見ていきます。デッドリフト横から見るときに重要なポイントが、まず1つ目がお尻の位置、そして2つ目が上半身の角度、そして3つ目が体全体の重心位置、4つ目がバーの軌道、5つ目が挙上リズムで、6つ目がロックアウトになります。結構見るポイントっていうのは多いんですけど、これら一つ一つ見ていくと割と簡単なので、ちょっと一緒に見ていけたらなと思います。では1番のお尻の位置から見ていきます。まずお尻の位置というのは、しっかりと体全身固めた後は、この肩と膝の間にあるぐらいが一つの目安になります。これあくまでも個人差はあるのですが、だいたいこの位置を目安にしてもらいます。でよく見る例としては、このお尻の位置が下に下がりすぎて、この太ももと床が平行になるぐらいまでお尻が下がってしまったりとか、あとはお尻の位置が上がりすぎて上半身が床と平行になるぐらいまで上がっている例をよく見ます。でお尻が下がる例では、ハムストリングスというのが、このお尻 の, この骨盤の下から膝裏に向かってつきます。でこの距離が短くなってしまうため、うまく緊張を保てなくなります。そうすると骨盤の安定感も悪くなるんで、この腰回りも不安定になるっていう連鎖が起こるので、お尻が下がりすぎるのも注意が必要です。そして逆にお尻が上がってしまって上半身が床と平行の状態になってしまうと、この膝の曲がる角度っていうのが少し浅くなってしまいます。そうするとここの前の大腿四頭筋をうまく使えなくなるんで、これも腰を痛める原因になるんで、しっかりとこの肩と膝の間ぐらいにお尻があるように、ちょっと目安としてね、覚えておいてください。でお尻の位置のチェック方法なんですけど、もも裏全体とももの前全体が力入っている感覚があれば、その位置は割と正しいことが多いので、そこも一つの目安としてもらえるといいと思います。で2つ目の上半身の角度を見ていきます。で上半身の角度、お尻の位置と密接な関係があるんですが、先ほど言った通りお尻の位置が下に下がりすぎる人というのは、上半身の角度がすごくこう起きてきやすいです。で結構これって鏡見てしまう人とか、この前傾姿勢を取るのが怖い人に多いんですけど、あまりにも上体を起こしすぎることで、さっき言った通りハムストリングスのテンションが抜けて逆に腰の痛みの原因になるんで、あまり起こしすぎないようには注意してください。で逆に体が床と平行になるぐらいまで前に倒していることもあって、その場合は先ほど言った通りお尻が上に上がっていることがあります。そうするとさっき言った通り、この大腿四頭筋の力うまく使えないことも多いんで、そのちょうど間ぐらいですかね、この目安としては取ってもらえるといいです。でこれも太ももの前と後ろ両方力が入っている状態で、スタートポジションをセットできると、ある程度この角度に近くなると思うんで、初めに力抜いている状態でもこの位置で、そこから胸を張るっていう動きを加えてもらえると、大体この角度に近づくんじゃないかなと思うんで、ここが正解ではないんですけど、ある程度この位置目安にしておいてください。でそしてその時に横から見た時では、この肩甲骨とバーがまっすぐなっていることを確認してもらいます。ちょっとこれ画角上やや斜め後ろからなんでずれてるんですけど、真横から見た時に肩甲骨とバーがまっすぐなるような位置関係がいいです。じゃあ3番目の体全体の重心位置を見ていきます。重心位置というと、基本的には足裏全体に体重が乗ってると、まっすぐ踏めていると思って大丈夫です。つま先側に寄ってる場合っていうのは、こう前寄りになっていたりとか、かかと重心気味にあると後ろ気味になってたりもするんで、足裏全体でしっかり踏めるように確認しておいてください。これは動作中ずっと足裏全体でしっかりと踏んでおく必要があるんで、このスタートポジションの時点で前後ろにずれているとかなり動作としては乱れやすいので注意が必要です。じゃあ4番バーの軌道を見ていきます。でこの挙上の時のバーの軌道を見てもらいたいんですけど、基本的にはバーはまっすぐ挙上します。で体から離れることなくまっすぐ上がっていってロックアウトまで持っていくという形になるんですが、これが乱れてしまうと腰を痛める原因になります。
でよく見るバーの軌道のミス例としては、バーが前に流れてからまっすぐ上がっていく。そして2つ目がバー全体が斜め後ろに上がっていって最後に前に出てくるっていうパターンです。でこの赤色の1番目のパターンですね、これはこの膝曲がっている状態なんですけど、この時にスネでバーを前に押し出していることが多いです。ここでスネでバー蹴ってしまって前に押し出すパターンですね。じゃあそうするとそのままの軌道でこう上がってしまうんですけど、じゃあなぜこれが起こるかというと、お尻が下がっていることが多いです、この時。でお尻が下がることによって膝っていうのは前に前に出ていくんで、その時にスネとバーが衝突してバーが前に転がってしまう。でそのままバーが前に転がった状態で居上していくとこういう形になるんで、お尻の下がりすぎが見られる方とか、バーが前に流れるっていう場合はこのパターン注意しておいてください。そして次、先ほど黄色で見たパターンですね、やや斜め後ろに引いていってからまっすぐ上がってくるっていうパターン、まあ、これはいろいろあるんですけど、まずお尻が斜め上に上がってないかチェックしてください。これは後の5番のところでも見ていくんですが、こっち方向にお尻が上がってしまうと膝もこっち側に伸びていきます。で上半身もこっち側に伸びていきます。そうするとバー全体もこっちに行くっていった流れですね。でこのまま行くと後ろにこけちゃうんで、最後無理やり前に持っていって居上を直すっていう流れになるんで、まあ、これは結構足裏で地面をまっすぐ蹴れてないことも多いので、そのあたりを注意してください。さっきの重心位置にも関わってきます。5番の居上のリズム見ていきます。まあ居上リズムっていうのはどういった形で上がっていくかが大事なんですけど、まず、デッドリフトでは基本的には居上、まあ、バーが床から浮く瞬間のファーストプルですね、この床から膝までの距離っていうのは、一つの目安としてはまずお尻と胸が同時に上がってくるようにします。でその状態で起きている運動っていうのは、まず主にメインは膝関節が伸びる伸展という運動が起きます。じゃあちょっとこれゆっくり見ていきます。このまま膝が伸びていって、お尻と上半身が同時にほぼ同時に上がっていって、で膝を越えるあたりから次の運動としては股関節が前に出てきます。これ股関節の伸展という運動ですね。お尻を前に突き出す運動です。でこの運動が起きると体が上半身勝手に起き上がってくるんで、こういったリズムになります。もう一度ちょっと流れで見てみます。まずお尻と胸が同時に上に上がって、そこから股関節が前に出てくる。この形がすごくいいかなと思うん でよくあるパターンとしては、お尻だけ先上がってこの上半身が遅れてくるパターンがあります。そうすると結構腰の負担っていうのは大きくなるんで、その場合は結構大腿四頭筋、この太ももの前ですね、使えてないことが多いんで、概要欄の動画載せてるんでちょっとそこも確認しておいてください。で先ほど言った例ですね、あの黄色のパターンで見たように、お尻が斜め上に上がってしまう、これも大腿四頭筋うまく使えてないことが多かったりとか、足裏全体で地面を踏めてないことが多いんで、この場合のイメージとしては、まずデッドリフトっていうのは基本的にこのバーを引っ張る運動ではないという認識を持っておいてください。どちらかというと足で押した結果バーが浮いてくるといった形です。これを無理にこう引っ張ろうとすると、こっち側に全部体重とか力の方向が行きやすくて腰が曲がってしまうんで、引くのではなくしっかりと足で押してバーを居上するといった形、まあ、レッグプレスのイメージでいいんで、しっかりと足使うようにしておいてください。そして最後の6番がロックアウトです。でロックアウトポジションっていうのはこういった形で、基本的に体は一直線の形をとります。まっすぐ一直線ですね。でここで膝がしっかり伸びていて、お尻の力が入っていることで、肩が少しだけ後ろに返っていることを見ておいてください。この時によくあるミスっていうのが、割とこの腰を反ってしまう例が多いんですけど、ここで腰反ると腰痛めちゃうんで、それ気をつけてください。ここって基本的には握力が負けない限りずっと持っておけるような楽な姿勢なので、まあこのロックアウトポジションがしんどいってことは何かしらずれてる可能性があるんで、この体が一直線であるかどうか確認しておいてください。でバーの下ろし方なんですけど、これはまた今ドロップという形で落として、まあ、床に投げてるような形なんですけど、これできる環境できない環境があると思うんで、それも概要欄に動画載せてるんで、よければ下ろし方も見てもらえるといいかと思います。
では次に、もう一つの画角ですね。斜め前から見ていきます。で斜め前から見るときのポイントなんですけど、1つ目がまず膝の位置、そして2つ目がバーとすねの距離、そして3つ目がバーの遊びで、4つ目が膝の伸展、5つ目が首の向きです。ではそれらをまた斜め前から見ていきます。まず1つ目が膝の位置です。まあ、スタートポジション入ってもらって膝の位置というのは大体なんですけど、この前腕と大体つらい位置になります。ここもそんな感じですね。で膝の外側と前腕の内側がここ軽く触れている状態です。大体このポジションが手幅の目安になるんで、こういった形覚えておいてください。例えばこれ膝が後ろすぎるとお尻が上に上がる原因になったりとか、膝が前に出すぎるとお尻が下がる原因になるんで、大体前腕とつらい位置ぐらいがいいと思います。そして次2番がバーとすねの距離です。でここを今見てもらえるとすねとバーがピタッとひっついてると思います。で基本的にデッドリフトの動作中っていうのはこのすねに沿ってバーが上がっていく形になるんで、この距離は離れないことが大前提重要です。ちょっとこの動作中離れていないのを見ておいてください。ここピタッとひっついた状態からほぼすねに沿って上がっていってると思います。この形が非常に重要なので、ここしっかりと覚えておいてください。これ前に流れると先ほど見た例の通り腰の負担大きくなるんで注意が必要です。で3つ目のバーの遊びです。でこの重さではなかなか分かりにくいんですけど、バーというのは軽くこう重くなってくると少しこういう形で、しなりが出ます。で重くなればなるほどしなりは出るのですが、ここしっかりとしなりを取ってあげないと、バーに対する力をうまく伝えることができなくなります。なので方法としてはまずはバーを軽く上に引っ張るなどもいいと思います。でこの時軽く引っ張ってもらったらカチャっていう音が鳴ると思うんで、そのカチャっていう音を一つの目安としてください。でカチャっていう音がしっかりとなればバーの遊び取れてる証拠なので、そのまま挙動してもらうといいです。でこれメインセットで後で見ていくとすごく分かりやすいと思うんで、また後で見ていきます。で次が膝の伸展ですね。で先ほどもファーストプレーのところで見ていったんですけど、しっかりとまず上げ始めに膝が伸びていくかどうかを見ていきます。この上げた時に膝が今曲がった状態なんですけど、これが伸びていくのが分かると思います。でこの時は上半身、お尻と上半身が同時に上に上がっていて、先ほど見た通り、先ほどの形と同じように上げれていると思います。で最後にこの股関節の前、股関節が前に出てくる伸展という動きが行われるので、この形をイメージしてもらえるといいですね。お尻、上半身が同時に上がって股関節が前に出てくる、この順番で上げれるといいです。で最後が首の向きです。まあ、これ横から見てもらってもいいんですけど、首の向きっていうのは基本的に体と常に一直線上にあります。ここ横で見てもらうと体に対して首の向きですね、この角度を保ったままだいたい目線は斜め下ぐらい見てもらえるといいです。結構こう鏡を見ようとすると顎が上に上がって首痛める原因がある、首痛める原因になったりするんで、この角度をキープしながら上がっていって、最終的にはまあ首も、まあ、頭もしっかりとまっすぐなっている状態なんで、まあ、背骨のラインに沿って首の向きが合っているかっていうのを確認してもらいます。斜め前からはこの点を見れたらいいかなと思うんで、次は実際の僕のメインセット、まあ、斜め前と横から撮ったものを見たいと思います。じゃあまず斜め前から見ていきます。これが大体150キロですかね。 1RM が185なので、まあ、それなりの重さです。まあ、この時点で膝しっかり曲げておいて、バーとすね当たってます。なのでここはセットとしては OK ですね。で呼吸のタイミングをしっかり居上前に吸って上げて、最後吐き切るで下ろしてという形ができてるんで、流れとしては結構いいかなと思います。でこれ5レップですね。 OK、 じゃあちょっとここ、何点か反省点を見ていけたらなと思います。まあ、このセットですね、これは毎回同じルーティンで入るようにしておいてください。結構変更加えると分からなくなるんで、ここ大事です。でこの状態でまずしっかりとすねとバーが当たっていることと、膝の位置ですね、前腕と大体つらい位置になってて外に当たっていること、これぐらいで OK かと思います。でこの時バーのちょっとここ見ておいてください。先ほど遊びを取ると言ったのですが、このバーを軽く上に引っ張った時にバーのしなりが
確認できると思います。このしなりですね、これをしっかり取らないと挙上する力伝えれないので、ここで注意します。でここは、挙上流れとしてはお尻と、まあ、上半身同時に上がっていきながら挙上ある程度できているんでいいかなと思うんですけど、まあ、若干お尻早いかなっていうところはあります。まあ、これは別に誤差範囲内だとは思うんですけど、重くなっていた時にこの癖が出るとまずいんで、ちょっとしっかりと修正していけたらなと思います。まあ、起こっている原因としてはちょっと挙上する際にバーが少しだけ前に流れているので、これまたちょっと見直しが必要かなっていうところですね。でその他の全体の流れとしては、まあ、重量的にも、まあ、余裕があってフォームもまあまあ綺麗な形で保ててるんですけど、後半ですねちょっと膝が内に入りたがるかなっていう動きも見られるんで、ここ4レップ目5レップ目ぐらいからですね、この辺ぐらいちょっとだけ膝が2位、まあ、してはないんですけど、こっち気持ち入りたがってるなっていう感覚があるんで、そこだけ注意したいですね。で3レップ目ぐらいから見てもらえると、こう遊びを取った時点で勝手にバーが浮いてくるの、こっち見ておいてもらうと分かると思います。まだ上げてもないのに勝手にバーが浮こうとするような力が働いてます。これうまく力伝えれるとこういう形で勝手に浮くんで、すごくいいことなんですけど、浮かすために大事なことというのは、まずしっかりと胸を張ること、そして、しっかりとバーを軽く上に引っ張ること、でこの状態のに加えて腹圧を高めること、でさらに足裏で地面を蹴ること、これが同時にできるとバーって勝手に浮いていく方向に力加わります。ただそれもやっぱ基本のスタートポジションの関係とかがすごく大事なので、まあ、しっかりと足で床を蹴る意識とか胸を張る意識、腹圧を高める意識、ここしっかりと持っておいてください。まあ、全体の流れとしてはかなり良かったかなと思います。じゃあちょっと先ほど解説のところでも使ったんですけど、この横からも見ていけたらと思います。まあ、これも同じでちょっと先にお尻が一瞬浮くかなというところはあるんですけど、まあ、ある程度形としては綺麗に挙上できていると思います。でテンポもいいんでかなりいい形ですね。で結構重心位置のブレっていうところをさっき話したんですけど、この足裏とか見てもらうと分かりやすいと思います。結構やっぱこの足裏の前側に寄ってるな、後ろ側に寄ってるなっていうのはデッドリフト中ってよく見たら分かるので、まあ、今のこの動画見てもらう限りはそこまで重心ずれてないと思います。今一瞬つま先浮いたんでかかとには寄ったんですけど、トップポジションで寄る分にはあんまり問題ないです。この動作中に動くことが問題なので、そこだけ注意したいですね。まあ、全体の流れはかなりいいかなと思うんで、呼吸のタイミングとかもしっかり見てもらうといいですね。ここで吸ってで最後吐くで下ろすっていう流れなんで、こういった形一定のリズムで挙上できているとかなり動作も楽になるんで、自分のルーティーンっていうのは確立してもらえるといいかと思います。まあ、一応僕のルーティーンの中では、ここで膝と、まあ、膝の角度を決めてすねがバーに当たった状態でこうしっかりと息吸います。で息を吸ってでこのタイミングであんまり胸を張るっていう意識はないんですけど、息を吸ったと同時に足裏でちょっと地面を押すように意識してます。こっち方向に。じゃあそうすると、まあ、勝手に胸って張れてくるんで、上方向に引っ張る力が伝わって全身が固まったら足でさらに蹴るっていう感じですね。で初めに蹴ってる時っていうのはだいたい 5,6 割の力で蹴ってて、最後押す瞬間に10割っていう感じなので、まあ、そんな感じで徐々に徐々に力加えながら挙上してるっていうようなイメージで、またこれも動画で解説してるのがあるんで、概要欄よかったら見てもらえたらと思います。以上がデッドリフトのフォームチェックになります。まあ、いろんな見る点って多いと思うんですが、怪我を防ぐ上ではこういうフォームチェックすごく重要なので、よければ試してみてください。で自分でやっぱりどうしても見るのが難しいという方は、こういった形で動画を送っていただいて画面共有しながら、からオンラインパーソナルというのもやってるんで、よければ概要欄のホームページからお申し込みいただけると、一緒にフォーム見させてもらいます。それでは今日はこれで終わります。